ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。ついにこの日がやってきました。本日なんとあの世界の終わりの皆さんの家、セカオワハウスに潜入します。そう、実は以前から世界の終わりの皆さんにはすごく仲良くしていただいていて、一緒にキャンプに行ったり、まあこうお酒飲んだりっていうことはあったんですけど、動画に出ていただけるのは初です。まあセカオワハウスの中で動画撮った YouTuber もいないんじゃないかな。それではセカオワハウスへゴー。ポン、ポン、はあ、来てしまいました。この先がセカオワハウスです。行きましょう。これですよ、伝説のソファーですよ。ほらそう、僕はここでこれを見て、ここでこうやって寝て、なんていいソファーなんだと思って買ったんですよ。にしてもね、やっぱりソファー同じでも家の雰囲気が全然違いますね、僕んちとね。すごいなこれ。それでは登場していただきましょう。世界の終わりの皆さんです。どうぞ。元気ですか？元気でした。元気でーす。座っちゃった。ようこそ。ようこそ。ようこそ。お久しぶりです。何回目ですか？あ、でも多分7、8回かな。7、8回。結構来てるかもしれないですね。ラブラブ完成。切れてる、切れてる。もうちょっと切れてますね。覚えてます？僕が初めて来た時とか覚えてます？いや、覚えてますね。本当ですか？おお。すごい人見知りですよね。そうです。いや違うんですよ。なんとなくこう、もうテレビで昨日まで見てた人が普通にいるのが、もう当時僕はもう本当まだ無名だったんで。いやでも YouTuber っていう新しいジャンルのその YouTuber っていうことを教えてくれたの、その時。そういうのがあるんだぐらいから入ってるから。そうなんですよ。でさっき調べたら2013年の12月なんですよね。ここに？そうなんですよ、ここにいたの。そうなんですよ、4年も前。はい。それからこうね、一緒にキャンプに行ったりとか。あ、そうなんですよ。キャンプ行きましたね。で、僕が初めて来た時にすごいお酒を一緒に飲ませてもらって嬉しくてすごい飲んじゃったんですよね。で、ちょっと酔っ払いすぎてこのソファーで寝ちゃったんですよね。いや寝て、しばらく寝て起きてきたよね。そうですね、ちょっと復活したんですけど、その時に中陣さんが、大丈夫かって何回も声かけてくれて、優しい人やって思ってたのをすごい覚えてます。ヒカキン君もね、真面目なんですよね。真面目、本当に真面目な男で、いや本当に好感が持てる。あ、いい。真面目真面目よ。いつでもこうタメ語でいいよって言ってるんだけどね。いやもう部活やってたんで理由が。いや、そんな感じでタメ語で話せる相手じゃないですよ、もう。ね、このソファーね、本当に。そうなんですよ、言われますよ。あ、本当ですか？ヒカキンのソファーだ。あー、やばい。子供たちにソファーだって言われる。いや、逆ですからね。逆ですから、僕はここで知って買ったんですって言われる。そう、ヒカキンからメールもらって、これどこで売ってるんですかって来て、ちょっと待ってね、なんか書いてあるから、いろいろ調べて、はい、で結局買えたんだもんね。そうですね、そっからまでブランド名とかガーッと調べて、なかなかでも見つからなかったんですよね。見つからないよね。はい、そうなんですよ。ちなみに皆さん普段 YouTube とかでどんなタイプの動画とか見ますか？どんなタイプ？なんか例えば猫の動画とか、猫 PV とか、まあ何でも。なんだろう、まあね、仕事柄音楽系の PV 見ることはすごい多い。どういう実況見てよ。僕はですね、ゲーム実況。おお、これは YouTuber 喜ぶと思います。多分ゲーム実況は面白い。
ゲーム実況見ちゃうとさ、もうどんどん先が気になるからさ、どんどん見ちゃって、そうなんだ、すごい時間が経過しちゃう。ゲームしないからさ、ゲーム実況っていうものがなんか、ね、ヒカキンがやってるのは知ってるんだけど、なんかゲーム実況ってまだわかんない、面白さが。面白さ、なんかそので自分がまだやったことないから。ホラーとかから見るとね、わかりやすいかも。あ、ホラーゲームの実況とかだと、ね、わーって怖いから、自分一人でやったら怖いじゃん。人がやってるのをみんなで見守ってる感じだから、うん、怖くはないけど面白い。俺ね、個人的なこだわりとしてね、自分がやったゲームの実況を見る、はい、あー、やっぱそうだね。俺も過去にやったやつを、ね、見ると、他の人がプレイしてるやつを見て、なんか思い出すっていうか、この自分がここではこうしたけど、この人はこうなんだみたいな、そういう楽しみだもんね、うん、それいいよね、うん、沙織さんがやったら見たいですね、ゲームホラーゲームとかで、じゃーんみたいな。沙織ちゃんとこういうことなんか言えんの無言でやっちゃダメなんですよね、あれ難しいのが。まあそうです、でも、カットできますね。まあカットできますからね。だから無言の時もあるんですね。あります、あります。無言の時も。なんかあのうちでさ、あのみんながバイオハザード、そうやってて、あれをなんかこうみんながわーって見てた、あの感じをオンラインでやるみたいな。まあオンラインっていうか YouTube でそう見るみたいな感じだね。そうですね、友達がやってるのを見るみたいな感じだと思いますね。はい。今度見てみます。ヒカキンちゃんと休めてますか？あ、おもうね、食生活とかも。あ、そうなんですよね、心配だよ。そう、一回ダイエットで深瀬さんに相談させてもらったことが、なんか酵素みたいなの真似したんですけど、どうでした？あれだけで食事を我慢できなかったですね。結構俺頻繁にやってる、しょっちゅうやってるね。なんか食べ過ぎなんだと思うの、普段ね。ちょっとバランスを取んないと、ちょっと健康のために。僕が初めて深瀬さんに会った時の画像を見てほしいんですけど、やばいんですよ。ああ。やばいですよね。多分15キロぐらい多分違う。え？今と。なるほど。そんなに違う？違う先生いる。めっちゃ違う。確かに。で、僕ここ何度も遊びに来させていただいてるんですけど、スタジオって一回も見たことないんですよね。あれ？あれ？本当？いやいや、ないですないです。ないか。一回も見たことないです。へえ。もうドア開けたこともないんで、よければぜひぜひ。全然。お願いします。はい、ここがセカオワスタジオ。はい、ということで、はい、じゃあ行っちゃいます。ゴー。おお、すげえ。木がある、木が木がある木があるんです。超でかいサメがある。ここでいつもこうなんか制作というか、そうですね、曲作りをしたり、レコーディングっていうよりは作る方専門で、大体の曲はここです。ああ、雰囲気を作って、うん、家にこれがあるっていいっすね。いいですよ、いつでも使えるっていう。そう、いつでも使えるちょっとふっていいの浮かんだらここでちょっともう撮っとくみたいな。そうですもん。ああ。いいなぁ、やったりとかします。ちょっと物色しちゃおう。ぜひぜひ。結構面白いものあるかな。いや、この木がすごい。これもうツアーの時のとかってわけじゃなくても、じゃなくもう家に家に生やした感じで。もっとでかいもんですよね。うわぁ、すげぇ。すげぇ。それそれね、怖い怖いっていう。意外とびっくりする、それ。いつも音楽聴いてるんやな。確かに。すげえ、いいなぁ。高音ですもんね、これ明らかに。うん、ですね。いいなぁ。どうですか、お家に。でも正直、この木ってドアから入んないですよね。あ、ここで作るんだ。ここで作った。やべぇ。ここで作る職人さんにここで作ってもらった。やばいっすね。作ってもらった。それも天井もなんかこうこの木が天井ぶち破ってるっていう。ああ。それ誰が考えるんですか。こ
これは俺か。これか。うん。すげえなー。ちょっとここでセッションとかしてもらってもいいですか。いいですよ。お願いします。いや、やりましょうじゃあ。セッション。セッション。やりましょう。お願いします。やりますか。やりますか。魔法はいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう。ファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだ。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。いつか虹が消えてもずっと僕らは空を見上げる。というわけで、あのセッションまでしていただいてありがとうございました。こちらこそ。楽しかったです。楽しかったです。いやこれファンの皆さんも相当喜ぶと思います。いやー楽しかったです、ね、今までね、一緒にさ、歌ったことあったけど酔ってる時しかやったことなかった。そうなんですよね。ドラゴンナイトやったことあった。あそうなんですよ、そうなんですよ、実はお酒飲みながらやったことあったよね。キャンプでやったりしたんですけどねついに動画でできて嬉しかったです。世界の終わりの皆さんの SNS と今回コラボさせていただいたレインのiTunes のダウンロードリンク動画の説明欄に載せておきますのでぜひダウンロードしてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ヒカキン TV のチャンネル登録はこの辺をお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイムいきますよ。最初はブーンじゃんけんポン